The JV は日本マクドナルドと NTT ドコモの共同出資会社である。2017年12月に生産された。また本校ではマクドナルド特するアプリについても解説する。マクドナルドのクーポン会員にお財布形態を使った販売促進活動、マーケティング活動を行うため2007年7月31日に設立された。マクドナルドが持つ レストラン事業のノウハウとドコモの携帯電話事業ノウハウや技術力を集結しお財布形態を中心とした良、e、いマーケティングを展開する。マクドナルド全店にお財布形態のリーダーライターを設置し、これにマクドナルド得するアプリをインストールされたお財布形態をかざすとクーポンが利用でき、またトルカを使ってさらに抽選などを行うことができるような仕組みを構築している。 2009年8月にはほぼ全店への設置が完了し、ポイントスタンプやスタンプラリーなどができるようになった。またこのリーダーライターではお財布形態の ID や T カード、楽天エディでの支払いに対応している。NTT ドコモの2008年後半から発売されている主要機種ではマクドナルド特するアプリはプリインストールされている。また2011年3月4日には、 アンドロイド OS 搭載スマートフォン端末向けのカザスアプリが提供開始となった。得するクーポン選択画面を財布携帯対応の NTT ドコモ他の携帯電話でアプリをダウンロードすることで得するアプリを利用することが可能となる。アプリではその時々のクーポンをアプリを使ってダウンロードすることができる。アプリ上でクーポンを選択し、 マクドナルドのカウンターに携帯電話のフェリカ部分をかざすことでクーポンの価格がカウンターに表示される。支払いにおいてはお財布携帯でなくても良い。その他に2009年9月4日からは得するアプリを注文時にかざすとスタンプが貯まる。スタンプの貯まり方はキャンペーンによって異なる。2011年2月27日時点での得する。 アプリの会員数は1018万件に上る。PDF 第47期優化証券報告書。平成30から04から19閲覧。スマートフォンで注文から会計までが可能に、Android 搭載、お財布携帯対応、端末向けに3月4日より、カザスクーポンを提供。ありがとうございます。